はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。9日目、はい、 CM 見ましたよ。10ポイント相変わらず10ポイントですね。はい、今回はね、なんと素晴らしい妖怪ウォッチ4発売記念プレゼントということでね、すごいね、9000ポイントもらいましたんでね、まあ、ちょっと Y ポイントのね、まあ、自分の使い方についてね、お話しさせていただければと思いますし、今後のね、ちょっとイベントについても話をさせていただければなと思ってます。CM はね、私10ポイントと人玉以外出てないんですけど、皆さんどうですかね、コメントなどでね、1200ポイントゲットしたとかっていう人もいるし、なんかツイッターとかではね、5000ポイントゲットしたよっていう人もね、いらっしゃるんですけど、すごいね、9000ポイントプレゼントということで、年末までにね、受け取ればいいということで、必ずね、ログインしてゲットするようにしましょう。素晴らしいなーっていうところですね。はい。で、自分はね、とりあえずガシャにはね、使わない予定ですね。まあ、もう実際この、細川ちゃんガシャはね、一応メイン3アカウントでね、10連ずつやって、2番目のアカウントがね、10連で細川ちゃん出たんだけど、まあ、細川ちゃん正直このイベントでね、Y ポイントアップでもないし、こまみちゃんもね、Y ポイントアップでもないので、まあ、こまみちゃん出たって方もね、10連で出たって方もいるんだけど、まあ、よっぽどファンじゃなければ、細川ちゃんも別に、この、なんていうの？カイチの特攻でもないし、カイチいねえけど、個人みたいに横取りで強いわけでもないので、まあちょっとここはそんなに無理しなくてもいいのかなと、うん、個人的には思ってます。ただいつもはね、8000ポイントとかでね、20連分ぐらい、もらえない、このいつもの感じの中で言うとね、今回は結構ね、奮発してくれたなっていう気持ちはあるんだけど、まあ今回は貯めるでいいのかなと思ってます。スピードアブだ、妖怪三国志だったら欲しいんだよな、うん、なんか最近ね、このドリームコインがね、超あたりも出るんだけど、なんか割とね、あれも出るんだよね、討伐チケットみたいなやつ、うん、でね、お宝はね、なんとね、盗まれてないんだよね。3日間3日間盗まれてない。何なんだろうね。うん。はい、ということで、まあ、不気味で守ってるので、不思議だから、不思議を倒そうとして、勇ましで臨んできたら、うん、返り討ちにしてるのかもしれないけどね。不気味だからね。はい、ということで、自分はね、ガシャはやんないけど、こっちでね、せっかく、まあ、9000もあるんで、スキルのね、もう言っちゃったね、スキルの賞はゲットしたいなと思ってます。ここで2150。G はね、3000。まあ、だからね、サブアカも、横取りのね、終わってないけど、スキルまではね、必ずサブアカもね、ゲットはしたいと思います。やっぱスキルはね、非常に優秀なんで、イベントでね、あとちょっとで、クリアできるっていうところのね、スキルの秘伝書あるとね、クリアできるところあるんで、うん、スキルの秘伝書をゲットしたかったんで、ゲットしました。ちょっともう一個まではね、交換するかってところは、ちょっと今後、早くね、これもうでもあれかな、奪ってもらおうかな、うん、なんかそろそろね、もう負けてもいいかなっていう感じはあるんで、ちょっとね、変えちゃうけど、スキルはね、例えばこういうクリスタル妖怪とか、この辺種族効果アップのところに使うと、もう全然違うので、1パワー上がったらね、全部不気味だったら、すごいよね。ヒットポイント今3600だとしたら、
1% 上がったら360上がって390になっちゃうし、ちょっともう奪われてもいいかな奪われてもいいから、まあ例えばこれプリチーだとしたらさ、今クリスタルネタバレリーナが種族効果まあ5あるからもうマックスなんだけど、これがね 1% 上がったらヒットポイント675も上がるし、攻撃も640も上がるし、これはでかいよねっていうことで、今後ね 1% だとねかなりね違ってくるので、まあいろんなね クリスタル妖怪はね必ず種族効果アップにスキルがあるんだけど、まあ他にもね種族効果アップの妖怪とかいますんで、まああとはねこういう日本代表遠藤みたいなね自身の技ゲージが溜まった状態でスタート、こういうのもね周回とかでね早まって使えますしね、まあ周回のだけじゃなくてねボス戦にもねこういう技ゲージ溜まった状態でスタート系の妖怪とかもすごい使えて、今後ねボス倒しやすくなるんで、スキルはねやりた方がいいと思います。まああとはねこの辺のヒットポイントゼロになった時の一度だけ回復とかも、これもね条件が良くなってくるので、まあ、こういうのもねどんどん使いたいので、やっぱまあ確実にね堅実に強くなるっていうことで言うとね、まあこういうもらえた時にガシャはね運もあるし、コマ母ちゃん来たところでまあポカポカのね Z ランクゲットできるのは嬉しいけど、まあ一応自分はね一応プリチー案件が来たらこのメンバーでまあぶっ倒せるし、勇まし案件来ても空点いるからいけるので、まあなんて言うんだろうな、次のそう、それであと今後のイベントなんだけど、去年はね今夜町武道会やってるけど、去年はこの時期がねクリスマスイベントだったんですよ。そんで去年はこっから映画イベントがぶち抜きでね2回連続であったんですよね。12月の後期と1月の前期で映画イベントだったんですよね、フォーエバーフレンズ。去年はね12月の前期が12月の後半か、後半が魔王シエンとねアマテラスとかがいて玉壊しだったんだよね。そして1月の初めにねヤシャエンマが出てきて妖魔市武道会だったんだね、妖魔武道会か、だから横取りで確かヌラリ妖魔装束ヌラリヒョンだったと思うんだけど、という感じで多分今回の映画ワイネコ学園、妖怪学園 Y、 なんかジバジンペイが多分13日に映画が始まるんで、そこでね S ランクのジバジンペイがゲットできると思うんだけど、今回ってみんな合成の可能性高いと思うんだよね。みんな2体でなんかその強くなるみたいな、なんかみんな変身してるから、だから新しいウォッチと変身があるんで、またあとアニメもねこのワイネコ学園でアニメも12月下旬に始まるんで、なんとなくまた2回連続ぶち抜きのような気もしてるんでね、なのでまあそれも含めてねワイポイントは温存でいいんじゃないかなと思います。ただ結構ねコマ母ちゃんゲットしました、コマミゲットしましたっていうコメントは割といただくんで、まあいつものね、あまだ取られてないいつもよりはコマ母ちゃん出やすい感じはある、復刻にしてはね、まあ自分も出たしね、なんでまあコマミちゃんコマ母ちゃん狙うもよしだけど、まあ多分次のねイベントは結構妖怪もねいっぱい映画でね、マツコデラックスみたいなボスもいるしね、メデューサとかあの辺
キャラいっぱい出てくるんでね。なので、まあ、次のね映画イベント、まあ遅くても1月頭にもあるとは思うんだけど、まあ、そこまで待ってもいいのかなと思ってます。あと去年見てるとね、去年のね、年末にね、みんな懐かしいスサノオニャンボがね、あったんで、多分映画関係のニャンボが後半戦ね、まあ、ニャンボはねちょっとワイポイント関係ないけどあると思うんで、このね無料のニャンボコインはね、ぜひね、あの年末ニャンボニャンニャン年末ニャンボだ、ね、年末ニャンボにね取っといた方がいいなと思ってます。はい、今回ね話したかったことはそんな感じです。ちょっとねサブアカとかもね、あんまりプレイしてない中で9000ポイントゲットはかなり嬉しいんでね、サブアカはちょっと多分スキルは交換しないと思うけど、まあ一応この中で交換したいものってスキルの非連勝ぐらいしかないと思うのでね、あの他は特に妖怪はおすすめ特にないので、猫清も特にいらないと思うんでね、うん、なのでまあ堅実に強くなりたかったらね、スキルがおすすめかなと。あとはサブアカもね、今後のおはじきのためにサブアカもね、お宝はねスキルまでね、必ずクリアするようにしておきましょう。はい、今回はこんな感じです。皆さんね、ワイポイントどんな風に使ってますかね、コメントなどで教えてください。あとはね次のねイベントなどもね、どんな予想してるかね、あのアイディアあったらコメントなどで教えてください。はい、じゃあ今回はこんな感じです。横取りね、私ちょっともう一回やる気力はないんだけど、まあまあまだね日程があるんで、ワイポイントもね貯めたいので、できるだけね最後まで頑張りたいと思います。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そうだ、あとねミッションもねきっちりクリアしてイベントね終わりにしましょう。というよりまだラストチャンスガシャがね来るので、それはね10連またやりたいと思ってます。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ。